今回は、最新前89話の扉絵に映された恐怖の生物に驚愕する読者の反応集を紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。今週の扉絵にとんでもない生き物が、お分かりいただけただろうか。これ妖怪エロガッパって言われてるの見てダメだった。よく気づいたな。小田先生の角三次って時々悪意が見えるよな。公式でこれやる男だしな。三次の名前の一部も使わずに、エロスライム呼ばわりで草生える。どっかで既視感があると思ったらこれでダメだった。次はゾロが来る可能性もあるってこと？来ないんじゃないか。三次と違って本編の世界線との親和性ないしな。眉毛巻いてなかったら、三次と気づかないレベル。怖いんだけどその前にナミさんの返事が塩対応すぎて草。それでもありがとって書くとこが魔性だわ。牛がホットミルク渡してる場面でなんでそんなにんまりできるんだよ。手紙とナミさんに気を取られて後ろの三次に気づかなかったわ。気づかなかった。びっくりした。このナミさんの塩対応手紙もきちんと保管してそう。ナミさん相手だと特に無限に気持ち悪くなるところあるよな三次くん。それを軽くあしらえるナミさんなので成り立ってる関係。リクエストに三次の差の字もないのにこの仕上がりは草。ゾロにチョッパーと同じようなもんなんだな。ナミさんにエロガッパ。返事の言葉は無慈悲だけど、ぶっちゃけ返事を書かずにガンスルーでも良いわけで、そこできちんと誘ってくれたことへの礼も書く優しさがさすがナミスワンマイエンジェル。ナミに振られてウソップと星を見に行く三次で平和的解決。こいつら仲良いのめっちゃ好き。この二人の男子高校生ノリ好きだ。カヤの話を何度も聞いたと三次が言ってたから、女の子の話を含めてたわいのない話をしているのが一枚絵で想像できてよい。も含めてやってることは男子高校生のノリなんだけど窓上から覗いたり妖怪度が高いな。怖すぎて笑った。感情自体は夜遅くまで頑張るナミスワーン素敵だぜとかかもしれないが。これ女部屋かなって思ったけど、もしかして三次測量室の壁に張り付いてるの？扉絵できっぱり断ってるのに絵日記で虫のことになると息がぴったり合ってるナミと三次に笑った。ナミと三次全く同じポーズで逃げ出してるの草。おだっち三次のこういう面に関してはリミッター外して描くよな。筆が乗ってる上にコメディから、どしりやすく漏らせまで振り幅が広いんだよな。